カーの方に行ったらたまたま見つけた店、イオンマックスバリューエクスプレス、初めてだ、エクスプレスですよ。はい、行っていきたいと思います。はい、入ったところはこんな感じ、かなり綺麗な感じでしたね。まだオープンしてそんなに経ってなさそうな感じがしましたよ。すごい綺麗でいい感じの、はい、入り口です。山中、これ何気に好きっていうか、山中ってあんまないんですよね。山中、今回は買ってみたいと思います。あ、そしてね、あと薬味ネギ、あ、ここにもあったと思ってね、小サイズぐらいのやつですよね、イオンの中で言うとね。はい、これも100円買っておきました。はい、産地を買ったならやっぱりね、焼肉でしょうということで、牛タンもあったと思ってね、牛タン、はい、これやります。これチャレンジ食材じゃないけど、これ食べます。で、他にもね、やっぱね、焼肉食べるんだったらあれだけじゃ少ないでしょうということで、ここはね、国産ハーブ丼、ハーブ豚かっていうのを押していたんで、このハーブ豚、はい、を買っておくことにしました。でね、こちら、あ、これもね、なんか新しいやつ、醤油が香るブレンドなんだなって書いてあったんでね、この調味料も使ってみます。はい、こちらもね、なんか小分けにしている、一人暮らしに、嬉しい何か小分け包装、サーモンユッケ、サーモンユッケ大好きな2つのフレーズ並んでる、これ買いでしょう。はい、サーモンとユッケです、大好きです。はい、これはサラダチキンなんですけど、これはね、帰りに食べようかなと思って買っておきました。糖質 1.2g です。これ最近ハマってる豆腐そうめんなんですよ。まあこれ、ね、豆腐そうめんってやっぱ結構高めなんですよね、1個200円だから。でもね、やっぱ美味しいからね、麺食べたいんですよね。はい、豆腐ピーもそうですけど、豆腐麺はこれ買っておきます。で、こちらもね、ちょっと形状が違ったやつなんですけど、ピリ辛豆腐だれとかね、そういうやつは自分使わないんで、まあこれは関係なしだという感じなんで、まあ糖質は 5g ぐらいですね、何も調味料つけなければ。はい、そしてキムチです。切らしたんで、今回ここで見ていたらね、キムチの種類かなり、豊富な感じがあって、こっち一押しはキムチ、はい、キムチくんマークついてます、発酵してます。はい、これ 50g ぐらい一食で食べるから、まあ食塩相当量が 1.4g ぐらいですね。はい、これも買っておきます。はい、冷凍コーナー来ましたよ。ここで買うのは何でしょう。はい、見えました、カリフラワーライスです。お、6種の野菜は売り切れかという感じでね、カリフラワーライス、これをちょっとね、買っておかなければと。もう在庫がゼロなんで、はい、お、1袋だけ残すパターンですね、はい、にしておきました。こちらもね、ギリシャヨーグルト、これ2個のパターンはね、2個は買っちゃうでしょとね、これ買い占めじゃないですよ、2個ぐらいだったらね。はい、アパルテナも買っておきます。これ3個とか4個とかだったとしたら、ちょっと1個は残すけどね。はい、チーズです。これここもね、なんかちょっと面白いチーズがあったなと思って、いろんな種類あるんですよ、めちゃめちゃいろんな種類。この中でね、今ね、5個ぐらい食べたんですけど、1種類だけ食べて、あ、1種類だけすごく美味しい、なんか変わったやつがあった、トマトバジルっていうのが美味しかった。はい、でこれはね、なんか無性に野菜を食べたくなったというか、その視聴者さん YouTube のになんかね、野菜が足んないって言われたから、なんか食べたくなったはい、でこれは買ってないんですけど、これね、スアマと生八つ橋、これ一番大好きな和菓子、そんだけでね、これも切れたんでね、有機大豆ですね。はい、無調整豆乳です、これは絶対買いです。はい、こんな感じでね、まあ今回はこれぐらいの買い物でした。でね、ここびっくりするのが、成城石井と同じスタイル、店員さんが詰めてくれるんです。超なんかね、セレブな感じになったみたい。はい、帰ります。はい、次の日です。チャレンジ食材、チャレンジ食材でもないね、普通になんか焼肉です。焼肉食べます。タンとハーブ豚、そしてね、これがチャレンジ食材だね、初めてのやつ、サーモンユッケ、2種類の味です。ピリ辛と塩とごま、ピリ辛と塩ごまですね。そしてサンチュ、サンチュ好きなんですよ。そして、ブレンドスパイス、醤油が香るってやつ、これもね、新しいやつだったね、これもチャレンジ食材みたいな感じかな。はい、よし、食べていきたいと思います。
よし、ということで食べていきたいと思います。このね、まずユッケ超楽しみ。塩ごまユッケの方、ごま塩ユッケか。ちょっと食べてみますね。うわ、うまっ。あ、塩サーモンユッケだ。うまい。あち。で、これ、辛いやつ。サーモン。うまっ！めちゃくちゃうまい！で、このユッケは塩分量が多いから、これと一緒にね、こっちは味付けてしてないんですけど、一緒に食べようかなと思ってて、その前にでも、醤油が香るブレンドのやつ食べます。まずタンからいきましょうか。まずは産地には巻かないで、先に食べるって感じですね。おぉ。うまい。あ、うまい。タンうまいね。しかも自分コストコで一本丸ごと自分で厚切りにして食べたんですけど、タンはやっぱ薄切りなのかな。薄切りうめえぞ。そして、ハーブ鶏。ハーブ鶏？ハーブ豚ですね。わかんないや。でもこの、ニンニクの醤油が香る、美味しいこれ。めちゃ美味しいぞ。これかけまくると塩分が取りすぎになっちゃうから、はい。このね、サーモンユッケと、あえてじゃねえや。あえてか、一緒にね、食べていきますよ。とろーん。いただきます。食べてるけども。おん。正直なこと言っちゃうと、サーモンがめちゃくちゃうまい。で、産地もいい。ハーブ豚はそんなんじゃない。普通の豚って感じかな。なんか、普通に焼いちゃってるからか。生姜かなんかで食べれば美味しそうな感じだけど、これ味付けないとダメだね、やっぱな。よし、じゃあ、次は。うわ、めっちゃくちゃうまい。産地めちゃくちゃいいわ。なんかすげえちょうどいい感じ、薄さが。いいね。これ今朝だから別に全然飲む気ないですけど、ノンアル欲しいですね。ノンアルが夜だったら、はい。塩サーモンのユッケプラス牛タン。うまい。一口でバクッと食べれるのが自分結構魅力的なんだ。自分というかね、好きなんだこの感じ。この感じがね、もう人をまとめにしてこうやって食べるのが好きなの。うまい。牛タンとサーモンとちゃんじゃ？ユッケだ、ユッケ。めちゃめちゃ合うわ。ハーブ豚は、いや、まずく、全然まずくないんですけど、ちょっと、焼きすぎたかもしんない。ちょっと硬いわ。その感じかな。はい、この感じで、朝から焼肉でした。なんだっけ。イオン系列のマックスバリューエクスプレスってやつですね。これ手軽になんか、新鮮に良いものを食べられるっていうのがコンセプトとかだったと思います。まあいいや、そんな感じで、この後ね、また一人焼肉もう少し楽しんで、行きたいと思います。そんな感じで、今日も終わりたいと思います。さようなら。